久保さん、今回トーマス・エイジソンにしましょうか。これね、ちょっと久保さんの話にもちょっとリンクするんじゃないかなと思いますけど私たちの最大は弱点、私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するには最も確実な方法は常にもう一回だけ試してみることであると。成功するのに最も確実な方法は常にもう一回だけ試してみることであると。これね、あの、 そのだ騙されてもだ過去に騙された経験がありますだけどじゃあ101回目の101人目は騙してる人なのかっていうのは違うよねっていう話とすごくなんかなんかリンクするところがあってまあ確かに今まではだめだったけどこれからは分かんないよねって話ですよね今まで詐欺に会ってきましたじゃあこれからもずっと詐欺に会うのか ってことですよね <laughs> だからその今までこうだったから未来もこうではなく今までこうだったけどもう一回やってみるみたいなねうんこれ結構なんかやっぱエ,ビジ,エジソンつうのいろいろな言葉をやっぱ開発してますねい <laughs>、うん、ってらっしゃい